音声入ってなかった。今日はね、ニュータッチの、サンマーメン、横浜発祥サンマーメン、これね、レトルトの、もやし、レトルトというかね、この水煮のパック、これが入ってて、これをね、上に乗せましょうっていうのと、調味油っていうのと、後入れの粉で、中にね、入れる火薬があんねんけども、それをね、今入れたんね。で、でお湯入れたところ、まあ、動画では撮ってんねんけど、音声入んの忘れてた。電源入れの、マイクのね、電源入れの忘れちゃった。ごめんなさいね。あと1分ぐらい。横浜サンマーメン食べたことないねんね。横浜ね、行きたいな。横浜、中華街。横浜ってさ、中華街も有名やけど、なんかね、あっちゃんのイメージでは横浜って昔ながらの洋食屋さんとかありそうな気がするんだよね。昭和のね、言ったらもうシェフがもうおじいちゃんになって、まだおじいちゃんとかおじいちゃんとおばあちゃんがこうやってるようなお店ってあるような気がして、そういうところを行ってみたいなって思うね。横浜は勝手なイメージやで。もっとそら近代的な今風なお店もあるとは思うよ。でもなんかこう下町というのか、そういう昔ながらのお店があるのが横浜な感じがするんだよね。違うんかな、分からへん。なんかこう米軍とかのイメージでアメリカナイズされた、いや米軍なのか横浜軍港のところにあるよね。米軍あるよね。だからそういう軍港のあるところとかって、そういう何ていうかな、外国からのいろんなものが入ってるって気がするから、いいなって思うねんけどね。まあちょっと蓋を開けましょう。ニラの香りがすごいの。まずね、麺をね、ほぐします。麺をほぐします。おこのね、麺のね、茹でたての麺の香り大好きやねん、これ。じゃあの、夜泣きそば食うねんね。たまに、あの動画とかライブに音入ってる時あるでしょ。夜泣きそばが食うんだけど、あのね、あんまり美味しいことはないねんけど、美味しいことはね、あの麺茹でた時のあの茹でた香りがね、すごいするのね、見てたらね、あれが好きでね。味自体はね、まあそういう味やねんけど。で、後入れのね、さっき粉を入れます。で、混ぜます。で、とろみを出した上に、他のも入れます。まずこれ粉を入れてね、これをね、混ぜてとろみを、あ、なんか生姜の香りがするな。よくよく混ぜます。これでとろみをね、まあ、出すのにさっさとこう混ぜないとね、これが難しいね。いつも失敗してね、あちちちち。こうやったらね、麺の香りが消えてるよね。この上に調味油、なんかいいな。これ調味油を混ぜてね、そこにもやし、これはね、液体を捨てて具だけ入れんねんけど、まずね、シトレンちゃうわ、もやしをシトレン言うてもだよ。もやしと人参をうまくね、こうほじくり出して、でこの汁はほかします。で完成です。横浜サンマーメンいただきます。あ、こぼした。今日パジャマ洗うからいいや。いただきます。あー、美味しい。なんだこれ、思ってた味と違う。ごま油みたいなのが効いてね、なんかとろみがすんごい美味しい。じゃあちょっとラーメンいただきます。雨がすごいな。美味しい。
とろみがすごいな。美味しいね。とろみがあってね、熱いのね。ちょっとこれ蓋の裏話見ましょう。神奈川サンマーメンの会、サンマーメンの発祥と言われているお店をはじめ、神奈川県中華料理業界生活衛生行動組合に所属する料理人たちが集まって作られた会です。そんな神奈川サンマーメンの会より推奨を受けた商品です。どうぞご賞味ください。サンマーメン、そのしか書いてないんだけど、サンマーメンって何やろうな。ちょっとググってみようか。熱いからね、とろみがあって熱いって食べられへんからね。ちょっとググってみます。サンマーメン、サンマーメン、サンマーメンとはどんなラーメンなのか。神奈川サンマーメンの会、ラーメン、サンマーメンってサンマ、秋刀な魚のサンマが乗ったラーメンって書かれてんだけど、サンマーメンは戦前ね、調理人たちのまかない料理で、とろみをつけた肉そばが原型になっております。神奈川県横浜中央区、中区の中華料理店から戦後、昭和22年から23年頃発祥されたと言われており、64年の歴史があります。醤油味がベースのスープに、具は肉、もやし、白菜、その他季節にある具をにあんかけた簡単なものでした。しかし当時はラーメンよりボリュームがあり美味しく、あんがかかっていたので寒い季節は温まって元気が出ることから、徐々に商品化されたお店が並ぶようになってきました。最近は見た目も鮮やかな料理の色合いに栄養価を引き出すために、基本白黒赤黄青5色の食材、もやし、白菜は白、きくらげ黒、豚肉、人参は赤、たけのこ黄色、ニラ、葉物は青、緑などを乗せ、栄養も考え合わせられた調理法に変わってきました。この具の中でもやしの存在は欠かせません。材料費を安く抑え、シャキシャキとした口当たりも良く、ボリュームもあるので、一般のお店はサンマーメンを取り扱うようになってから、もはやもやしが主体になっているようです。また麺料理の中にもやしそばがあり、サンマーメンともやしそばは同じ商品と思われる人も多いようですが、実は別の料理なのです。基本的な味付けが違います。サンマーメンはとろみがついたもの、もやしそば、もやしそばにはとろみがついてないのが一般で区別されます。サンマーメンの言語、サンマーメンとはサンマ、魚のサンマね、秋刀な魚が乗っているラーメンとも思っている人も事実いますが、サンマーメンは漢字で書くと生うま麺と書き、生サンうままーと広東語の読み方で、生はサン、ね、うまはまー、新鮮なシャキシャキとした食感、生うま、上に乗せるっていう意味で、調理法もやや甘めの広東料理に属し、サンマーメン、生うま麺の意味、サン、新鮮でシャキシャキしたという意味と、まあ、上に乗せるという意味があり、つまり新鮮な野菜や肉をさっと炒めてシャキシャキとした食感のある具を麺の上に乗せるということから名付けられています。サンマーメンと書いて生うま麺と書いてあるお店もありますが、石うまの字の意味ですが、中国では部屋番号を示したり、港の埠頭の指す意味でもある
あまり、料理用語には使わない言葉を、歴史を見ると横浜の埠頭 の近くにお店があったことから、港で働く労働者が好んで食べたこともあり、この文字を使われたと言われています。そもそも中区には中華料理中華街があり、サンマーメンも中国人と日本人の交流の中から生まれてきたものであり、なんとなく馬と石辺の馬両方が使われるようになったのでしょうって書いてあるね。らしいです。サンマーメンの定義は、肉ともやしと白菜を使用し、野菜はシャキシャキと手早く炒めとろみがあるものっていうのをサンマーメン。これもやしは入ってんだけど、もやし、ニラ、人参は入ってんだけど、肉も白菜も入ってへんからサンマーメンちゃうやんね。まあええけど、いただきますね。そろそろ食べれるかな。思い出した。このスープね、うちに来る共栄軒っていう、夜泣きそば、車でうに来るラーメンのスープに近い。だからサンマーメンみたいな味にはね、あれね、醤油ベースでちょっとごまの香りがするスープやねん。でそこにね、たっぷり塩コショウがかかってんねん。塩コショウ、コショウがかかってんねん、その共栄軒は。それに違う。だからこれコショウ入れたら美味しいかもわからへん。でもうちコショウがないねん。ブラックペッパーしかないねん。黒コショウしかないからどうなるかやけど、これコショウ入れたら美味しいと思う。なんかとろみがついてるから、味付け自体は近いとか、味付けは似てんねんけど、とろみがない、あるかないかで、うちのね、うちによく来る麺との違い。ちょっとブラックペッパーかけてます。ブラックペッパーで多分味変わってほしいと思うよ。あ、美味しい。やっぱ胡椒が効くわ。胡椒いいわ。とろみが美味しい。ねえ、スープ懐かしいな。うちに来る夜泣きそばの香り、味やわ。ちょっとこういうのもやるね。サンマーメン食べたくなるね。横浜、川崎、横須賀、相模原にあるみたい、サンマーメンっていうお店がね。横浜に行かない、神奈川に行かないと食べられんのかな。そこ足を下に押してる。衛生もある時に食べようか。いかがでしょうか。 ASMR 的にちょっとすすってみました。美味しいな。タケノコ入ってた。キクラゲも入ってた。惜しい。肉が入ってない。白菜も入ってない。サンマメじゃない。あ、美味しいな。サンマーメンって初めて聞いた。サンマ入ってんのかなってちょっと思っとってんけど、あっちゃんも、サンマ、魚の魚介のスープなのかなと思って、ね、でも昨日ね、お寿司屋さんでね、あのまんちゃんのお友達から聞いてんけど、カツオ、ちゃうマグロの頭で取ったラーメン美味しいやりだなってきてさ。お魚ないのな今。
美味しい。あ、これスープまで行きたい。ケンタの小橋食べたんね。ご飯でケンタ食べたいの。完食しました。これはスープまで行きたくなる味。めっちゃ美味しかった。スープまで行って311キロカロリー、食塩 7.1 グラム、麺は 0.5、スープは 6.6 グラム、ね、スープは飲まない方がいいですよ。でも、もちろん入ってしまいます。美味しかった。ごちそうさまでした。横浜サンマーメン。あっちゃんは好きなラーメンです。うん、また、機会があれば横浜に行って食べたいな。でも横浜行ったらサンマーメンより、家系、豚骨かな。どっちかわからへんけどね。まあ、両方食べてみたいなと思うよね。かっちって横浜行ったからラーメンだけっていうのも悲しいしね。横浜のグルメ食べてみたい。うん、今日は神奈川県に行きました。ね、神奈川県サンマーメンでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、ニュータッチ凄麺のサンマーメン。よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。編集に続きます。編集するわな、頑張ろうな。